田村まみさん。はい。国民民主党新緑風会会派の田村まみです。今日はよろしくお願いいたします。早速質問に入りますが、現在開会中の204通常国会で3月の9日の衆議院本会議でデジタル関連、デジタル改革関連ご法案これが出資説明と質疑が行われて審議が入りました。 行政デジタル化の司令塔となるデジタル庁の9月の新設マイナンバー活用の拡大をするなどこれを実現するために政府はこの国会で成立を目指していますこれまでも日本はデジタル後進国と表現されてきましたが特にコロナ禍で給付金の支給遅れでマイナンバーとマイナンバーカードを通じての システム構築や行政の遂行が課題になっていく、システム統一をしていかなければいけないなど、課題が明らかになってきましたけれども、また、雇用調整助成金の申請や、接触アプリ、ココアなどをデジタル化を進めていると言っている中で、不具合などが大きく生じて、必要な人材が不足しているということは浮き彫りになってきました。 そんな中、菅総理は民間から100人規模の高度な専門人材を迎えると表明されましたし、デジタル人材が国、自治体、民間を行き来することで、官民のデジタル化をダイナミックに進めていくと、人事交流に取り組むというところも方針として表現されています。全体では500人規模で発足される予定というふうに聞き及んでいますけれども、 ま高度な技術や経験を持つま官民の人材の確保や育成がこれまで以上にまあ、喫緊のというよりも、もう本当に目の前の課題になってきているというふうに考えております。ただ、現状 it 人材が少ないと言われているのが霞が関です。 外部人材のいい方についてお伺いします官民人事交流や任期付き採用など、今でもありますけれども、これまでのこの制度の枠組みで処遇していくと、例えば民間の方、これまでの処遇、年収を考慮しながら、求める人材を確保するというような制度は可能なのでしょうか。 日本の民間企業のデジタル人材の給与水準は、諸外国に比べ低いという評価もありますけれども、この国の制度、前,年前例投資のままでは、人材確保は困難と考えていますけれども、いかがでしょうか。川本参考人、はい、専門性の高いデジタル人材の確保は、外部からの採用、えー、と公務、部内での育成の問わず重要な課題であると認識しています。 府省庁があのデジタル人材に求めるスペックは要件ですねは様々と思われるので実際に従事する職務内容などを伺いながら必要な人材が確保できるよう取り組んでいくことが必要と考えています政府が策定したデジタル社会の実現に向けた改革の基本方針の中でデジタル人材の確保策の一つとして国家公務員の総合職試験に デジタル人人材採用ののののための新ししいいい試験区分の創設が人事院に要請されててるものと認識をしていますその試験によって採用されるデジタル人材の採用計画、育成、キャリアパスについても、今後検討していく必要があるものと考えておりまして、その検討の中で、各省においてデジタル人材が従事する職務内容や、民間の IT 人材の給与などの実態を踏まえながら、 適切な処遇が図られるよううにに取りり組んでまいいっててくとと必要というふうに考えておりますあの委員ご指摘のように民間のマーケットは非常にコンペティティブ、競争的でございますので、まあ、それに合ったあの給与というものをどう考えるのかただ、本当にその技能をチェックをしてから来ていただかないといけませんのでそのあたりについても各省庁で工夫が必要かと思っております。 あありりががととううごごござざいいいまますす田村さんえあごめんなさんんめな今、あの外部人材のことを中心にお伺いしたんですけれども、まあ、一部内部の話も出ましたけれども、まあ、やはり行政のこの仕組みを理解して、法整備を含めて政策を実現するためには、内部人材の育成と活用が前提というふうに考えております。内部人材の育成について、現時点でのご見解を伺った上で、こう外部人材の活用を踏まえると、 これも処遇の話なんですけれども、内部で育成した方も別枠でインセンティブを与えるようなことが、えー、整合性を取るためには、まあ、先ほど来、評価の話もありましたけれども、えー、必要となっていくというふうに思いますけれども、まあ、現状の国家公務員法の中で、なかなかこの処遇というのは、ルール化するの難しいんじゃないかというふうに認識をしています。まあ、ハードルが高いことは、私も承知しておりますが、ぜひこれまでのご経験を生かして、チャレンジしていただきたいというふうに考えているんですが。 がいかがでしょうか川本参考人はいあのその処遇についてはデジタル人材だけではなく専門性の高い人に対してどう処遇するのかというのは国家公務員制度全体の問題だと思いますただ公務は給与だけではなく報酬だけではなくやりがいや まあその先ほど申し上げたような、さまざまなその利点といいますか、メリットもございますので、そういうことも勘案しながら、ですね総合的に考えていくことが必要ではないかというふうに思っておりますすありがとうございま村さんありがとうございます。 まあデジタル化の壁となるまあ膨大な手続きや文書主義など、国会、立法府側でもあの共に乗り越えていかなければいけない課題もたくさんあると思いますけれども、今回の本当にあのデジタル関連ご改革のご法案が、実際にはあの提出した際に、45か所の誤りがあったり、整誤表でもまあ2箇所、誤りがあるということで、なかなかこの縦割りというところも抜け出せない中での省庁の,あの 新しい庁の創設ということなので、まあ、先ほど来あの言っていただいている、まあ、その評価ですね、その辺が非常に重要になってくると思いますし、ぜひそれは川本参考人のご経験を生かして、皆さんがやりがいがあり、成果が出せる、国民が一人一人が実感できる、こうシステムが享受できる省庁を構築していく、まあ、人材育成と処遇の実現を目指していただきたいというふうに思います。 で最後の質問になりそうなので、えー、っとちょっと順番が変わるのかな次にあの公務員、えー、倫理規則についてお伺いをしたいというふうに思います。 川、はい、本候補があの大学院で教鞭を取っていらっしゃった経験をもとにあの、インタビューを受けている記事をちょっと拝見しました、まあ、先行き不透明な時代の中での求められる人材として、まあ、日本の教育で自分の考えをまとめたり、それを他人に伝える、まあ、そういう力が重視されてこなかったと、でしっかり人と議論を重ねて、まあ、考えを進化させるという習慣や経験が少ない。 これは学校だけではなく、企業など大人の世界にも持ち越されて、まあ、日本の課題ではないかと、まあ、そういうところを読みました。まあ、そこで現在、あの国家公務員の倫理規定の遵守について非常に話題になっていますけれども、それを遵守するための、えー、一つのツールとして、国家公務員倫理規定等、えーえー、質疑応答集の内容、まあ、これについて伺いたいと思います。まあ、公務員は全体の報酬者で、えー 職務遂行にあたっては中立公正性が求められている方々というのは大前提なんですけれども、その方々の判断のためにあるこの倫理規定の質疑応答集の内容を確認したところ、まあ、相当に細かく、まあ、表現するなら中学生の学校の校則よりもあの細かく書いてあるんじゃないか、それを放出させるような内容で記載がされていました。 まあ、各つての公務員のいわゆる不祥事がもとで、政省令化して作成したものでありますけれども、ここまで詳細に定められないと、あるべき規則が守れないのか、仕事ができないのかというふうな、私は、えー、印象を持ちました。 ぜひ、この失業年収が必要ではないというふうには申し上げませんけれども、本当に、この本当の意味で国家公務員倫理規則、まあ、これが守られるということが、どうやったら実現するのか、まあ、率直なご感想でもよろしいので、えー、教えていただければと思います。川本参考人、はい、あの委員ご指摘の 通りあの確かに細かくて、えっと、金額がいくらですとか、テニスはダメでゴルフは良いとか、まあ、必ずしも私も納得しているわけではありませんけれども、やはり基本となる思想が大事だと思いますし、まあ、当時あの、国家公務員倫理審査会の会長が出された、まあ、コメントを拝見するとです、ね、非常にもう断腸の思いで、こういうものを出さざるを得ないというあのことが書かれてあります。でですので えとまあ、国家公民の方たちには、原点に返えって、形骸、まあ、化しているルールを、まあ、きちんと守っていただくということがあの大事かなと思いますし、やはり一方で、あの人間は弱いものですから、あの一定のルール明確なルールを作って、繰り返し認識するということが、健全な官民関係には必要なのではないかと思っております。 ありがとうございました。ぜひ、えー、環境変化のスピードと、えー、規模は本当に想像を超えるものがあると思いますので、えー、それに、えー、チャレンジできる人材の育成の方をお願いして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。